今日はなんかすごい先輩が来てくれるって聞いたんだけど大丈夫かな。なかなか一緒にお仕事できないからだよね。私さっき朝会った時にご挨拶したんだけどさ、緊張しすぎてさ名前間違えちゃった。佐野アナのことなんて言ったの。佐藤アナ。あ、終わったわ。こんにちは。こんにちは。させていただきます、中京テレビ入社6年目の佐野優子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚ちゃん、はい、あのもう本当に私の知名度不足だって痛感したんだけど、私は佐藤じゃなくて佐野です。申し訳がありません。しかもね阿部ちゃん、はい、この前に別日に私一度ご挨拶させてもらったのよ。初めましてじゃないんですか。いいえ、佐野優子です、よろしくお願いしますって言ってたら、どうしたのかな。ストップ。え、どうしました。もうあの勘弁してください。わかりました。このあたりで今日は実践練習で原稿読みに入っていきます。今お二人の手元にお天気の原稿が届いているかと思います。天気原稿はアナウンサーの基本なんですけれども、ただ情報を伝えるだけでは実はないんですよ。冒頭であったり最後に自分がどんな言葉をつけるかで見ている人にどう伝わるかが決まります。実際に阿部ちゃんは朝ニュースを担当してますけど、自分の言葉って盛り込んでますか。そうですね、天気予報が始まる前に、今日は傘が必要なのか雨が降るか、そういう話を少しだけ入れてから情報を入れるようにしています。そうですよね、はい、それってなぜ入れると思いますか。せっかくこの地方で放送しているこの地方の天気予報なので、見ている人が、この地域の見てくれている人が必要だなって思う情報が入れられたらいいなと思って入れています。そうなんです。阿部ちゃんいつもよりもちょっと言葉慎重に選んでませんか。そんなことない。大丈夫阿部ちゃん、本当に流暢に喋ってる。大丈夫。皆さんおはようございます。昨日の夜も最低気温が25度を下回らない熱帯夜となりました。寝苦しいなと思った方多いんじゃないでしょうか。では今日の天気予報です。今日までが極端な暑さのピークとなりそうです。皆さん熱中症などに十分にご注意くださいと付け加えることで、皆さんと一緒に生活をしていますよ、私も普通のこう生活者として季節を実感していますよというふうに思ってもらえるということなんです。かき氷が食べたくなるような暑い日々が続いています。現在もじりじりと真夏の太陽の光が差していますが、今日の天気はどうでしょうか。それでは全国の天気です。極端な暑さのピークとなりそうです。皆さん水分補給はしっかりと、熱中症にお気をつけください。おー、いいですね。あの独自の実感としてかき氷が食べたいっていうことと、猛暑日が続く、35度以上続くっていうことで、熱中症に気をつけてください、水分取ってくださいねっていうことをつけたということですよね。はい、あ、これは工夫ありです。いいと思います。褒められた。はい、皆さんおはようございます。先週から1週間猛暑日が続いています。皆様熱中症に気をつけてお過ごしください。極端な暑さのピークとなりそうです。皆様紫外線対策を忘れずにお過ごしください。冒頭一言目なんて言いましたか。緊張で忘れてしまいました。そうなんですね。もしかして猛暑日って言ってたかなと思って。はい、猛暑日って最高気温何度以上のことを指すか分かりますか。分かりません。あ、なるほどなるほど、はい、あの気象庁のホームページで用語解説があるんですけれども、はい、猛暑日という時には最高気温が35度以上の時というふうに決まっているので、1週間猛暑日が続くっていうのはこれは記録的な暑さとなりますし、命に関わることなので、ちょっと私は指導をするからには二人のほとばしるパトスをね浴びたいわけ。まだいける、もっといけるって思っちゃうから。はい、まだできるから。はい、はい、ね、新人のこの1年間っていうのはもう乾いたスポンジのように新しい知識がぐい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 自分の中に入ってくる時期なの。わかる大塚ちゃん。わかります。入っ
ってきてるの感じる？感じてます。日々決戦ですから、これ、はい、頑張っていきましょう。はい、今日の授業はここまでです。はい、パッション。